ありがとうございます。今日はもう撮影モードに入ってますよ。ありがとうございます。授業ですのでね。日野ひかるさんとかといいまして、あ、ちょっとはい、ひかるさん。打ち合わせをしましたね。この中、うん。令和万葉集っていうのが。ああ、ひかるさんね。で、ですので。令和万葉集。これだと2人が入りにくいので、この辺こちら側に向けましょうか。に向けるといけるかもしれない。ここもいいですね。これ何ですか？これ紙です。紙重たいよ固定用ね。紙ですすごい重いですね。ええ、ね。重いですね。力強く言います。これ2人が映るような感感じだじとだいいんと。ですか？いや、もう大丈夫です。声だけいで。いや、やいやいやいや。2人はね、もうちょっとスッチだったら、そこ、後ろにした方がいい。講座も見させていただきました。光さんたちの会、先生の、はい、前3回のあれです。楽しかったです。それとも、ちょっと机を動かして、先生、佐田先生と鎌田先生が入るように、こちら側の、そうですね。こちらへ座らせてもらって、ええ、テーブルを、ええ、真ん中、先生、こええ、ここの、に入って近づいていけそば。ら、じゃあ足ちょっと手つけてくださいね。え行きえ、ます。先生。はい。あ、すみません。先生、先生。で、はここい。で近づきましょう。で、ええ。あ、いもうちょっや、と遠遠く、くから、遠い方がいい。先ほどの位置でないここと。で、これで、はい。これで、もうちょっと。ええ。そしたらもう、あ、もう、見えますね。ありがとうバッチリバッこんチリ。な感じで、はい。いやー、もう体勢はできたので、まだレコーディングはしてない。はい。レコーディングをしますね。あ、してた。もう、今の状態で。できました。で、今日のプログラムというか、項目の紙がありましえ、たね、まず、見ながら。え、それを少し念頭に置いて、そうですもうね。少し自由に。今ちょっとお持ちしますね。まあ、主には、前回までが、補金集までをいただきましたはのい。で、まあ、新古今以降以の降、特に鎌まあ、倉中世ですよね。で、次回が近世、そうですね。近で代、すの現で、代というふうに、まあ、大体時間的な軸で。まあ、あるいは、古代でもですね、前回の古今までが中心でしたので、最初お話を伺ったときに、一番最初、まあ、聖徳太子ですとか、あ、でもまあ、そうですね。まあ、あとは、そうですね、西行寺院とか親鸞、まあ、全部中世以降ですね。はい。まあ、中世以降の歌や、文芸や言葉の問題ということを、まあ、世界のいくらかでもしたね、若すみたいなのに接する。僕はなんか今回ちょっとアニメズムとかについてお聞きしたいなと。歌の短歌とアニメズわムかみりたまいした。な。まあ、それでも、リードは全部お任せしますので、自在に。始めちゃっていいですか？あ、あ、先生、今、あ、レじゃあジュ先メ生、を、あ、ははい、持ってきますので、はい。日本で一番事故の多い線路が中央線でしょうかね。中央線が、なんかオレンジ色が飛び込みやすいみたいな、え？なんで？痛くなさそうだっていう、なんか、色的に。どうですか？はい、それで、そういう心理学があるのあね。るみたいで、それで面もう、白いな。だいぶオレンジの色を小さくするんですね。銀でなる導入ほど。して。ちっちゃいです。大丈夫ですか？拡大し、緑ちっちゃがいかな。飛び、私なんか緑が飛び込みやすいけど、それはないかな。緑は痛そうっていうのがあるみたいです。緑は痛そう。ただ、やっぱオレンジ色とかの方が、なんか、痛くなさそう。銀色はやっぱり一番痛そうなるほ感じするど。と思うんなんですよ。え？本当ですか？私、か、銀色好きですけど。あ、こういうことね。硬い、こう、あ、鉄のイ硬いメーね。ジがあそうでするんですかね。ね。鉄とは思わないけど、ちょっとやっぱり冷たい感じが。やっぱりピンクとか一番なんか、
インドの電車とかで一番飛び込むかもしれない。ああ。一番痛くなったっていうイメージは。それって、どうなぁ。やっぱり黄色と黒は、あの、危険を促す色みたいですよね。黄色と黒、蜂とかがやっぱり見たいっていう、なんか、イメージをさせるみたいですね。なんか、ビルのこう、鉄橋とかもこう、しましまになってますよね。そうですね。あの注意を喚起する。線路のあの棒も、黄色と黒ですね。ちょっと古事記が去ってきました。あのまあスタート的にあの、はい、最近またあのエスパー清田君と最近またよく会うよ、ね。そう。10年周期をしてください。はい、10年周期ぐらいでなんか蜜月なんですけど。うん、10年周期で蜜月なんか次のやけど。満月よりもインドはもう遅いけど。もう最初にお会いしたのはもう2001年ぐらいの911の事件の次の日に。まあ、清田くんちの寿司屋でお会いしたんですけど、その時にあのたまたまあのパラパラ漫画を見せてくださって、そのパラパラ漫画が飛行機あのビルに飛行機が突っ込むパラパラ漫画で、それをちょうど1週間前ぐらいに書いたと言ってまして、見せてくれまして、まあ予言してたというか、その911のビルにあの突っ込むのがですね、同時多発テロも、まあ、そんなのこともあって、まあ、昔から割とバンバンスプーンとかフォーク曲げてもらってて、先生も確か昔、うん、交流ありますね。はい、あの清田さんと会ったのは1987、8年、ああ、じゃあブレイクトーンですね。ぐらいかな。まさにこのタレント本とか出してる頃ですね。これタレントもこれ1987年ですね。じゃあこの頃だな。YMO のマネージャーのあの。それは1回目でね。さんが、うん、あ、東さん、正子さん、東さんの手相の。あの、この手相のね。今ど、何してる？今も手相で、本当もう超売れっ子でも、なかなか予約できないぐらいで。そのね、東さんと正子さんの天下をね、私、1回見ていただいたことがある。あ、そうですか。あの、めぐ、なんか世田谷の方で。手相に、ね。はい。ソフトワイモの初代まで、ね。あ、そうですね。こういう流れか。これ、扶養者が出てるね。で、扶養者でね、天下本がね、パワースポットなんか天下は、はいはい、はい、はい。まあ、それで、その編集をおそらく被っていて、日笠さんも、日笠雅子さんも、協力してくれたんですね。はい、その頃、私は細野晴臣さんとか天下で会ってまして、1984、5年に会いましたね、細野さんと。はい、私が天下に行き始めたのは1984年の4月4日からだから、それから本当にあの毎月のようにこう行っておりまして、はい、それで細野さんとも出会って84年、はい、それで東さんに会って、その流れで超能力の、京都さんに80年代に何回か会ってる、はい、でその関連で心霊研究の梅原慎太郎さんという人物を通しても、はい、やっぱりあの私などは、こうまあ、超能力というのは人間の心理とフィジカルな能力との関係というふうなものをこう考えていく上で非常に重要な部分、念力もね、テレパシーも、まあ、私今でもテレパシーをどうやって磨くかということをね、いろいろとこう考えて、まあ、夢通信ももちろん一つの方法だけれど、でこういうふうにして動画と、ね、通信する、星と通信するとか、木と通信するとか、鳥とね、目を合わせて通信するとか、まあ、言葉を交わさないノンバーバルな通信は可能である。どうやって可能であるとか、もうそんなことしょっちゅう考えてるんですよね。で、そういうものと言霊というのも関係してると思ってるんですよ。まあ、全てはバイブレーションなので、そういう振動というものが持っている周波数、のこうある程度こう幅を自分が持つことができたらテレパシーも通じると思ってるんですよね。また私は、まあ、その清田君は、まあ、僕10年、まあ、10年周期であるんですよ。で最近は、うん、あのやっぱりガンであの、うん、スプーン曲げすぎてあの、うん、男性ホルモンがすごい前立腺に行くみたいで、まあ、もう前立腺のは結構がんになられて、それで今医者に年4回までってスプーン曲げのドクターストップがかかってるみたいで、うん、でも1日4回まで年4回
年4回、全4回ぐらい、ね。それで、この間、誕生日のイベントで、久しぶりに曲げられて、うん、まあ、それ見たんですけど、でそれでまあ、清田さんって、実は、あの、対話して曲げてるんですけどね、あの、スプーンと。話しながら、ね。お話をしてるので、そうだよ、その、うん、曲げてくれたら、まあ、みんなの意識が変わるよとか、喜ぶよとか、それを、うん、曲げてる時に、見抜いたのは三輪明宏さんだけだったって言ってましたね。三輪さんがあなたスプーンと対話して曲げてんのねっていうのを三輪さんが見抜いたからあの人はすごいっていう気を話してて、でもそれが、まあ、スプーンまでもそうですけど、やっぱ、まあ、古代の、まあ、古代の中世の昔の和歌を読んでるとやっぱり自然との対話から歌が生まれてる歌が多いなっていうのが圧倒的に多いなと思うんですけど、これはもう最近の人はあんまりあの草木と対話してみたいなことっていうのはないので、まあ、都会にも自然そのものが少ないので、はい、今後のアニミズムの基本っていうのはやっぱそういう自然との対話なのかなっていう思うんですけど、まあ、その中でスプーン曲げみたいなのもあったりっていうのが、それで今後やっぱそれだけ東京に都会に自然がないですし、でなんか物に魂が宿ってみたいな考え方も日本人あんまり感覚が鈍くなってるんで、そうなったとなってる今、今後のアニミズムの歌ってどうなっていくのかなっていうのを僕先生の考えをぜひ今日お聞きしたいなと思ってます。まあ私の考えはあの、やっていることは事実だし、そのアニミズム的感じることっていうの、思想としても潜在的にポテンシャルを持っているけれど、まあ、顕在化しているわけではないですよね。どちらもポテンシャリティとしては相当な、ね、ダムを日本文化は持っている、日本列島は持っている。だから日本列島そのものがアニミスティックな風土ですから、ね、火山と、それから津波とか、まあ、いろんな意味で自然災害が多いということは、アニミスティックパワーがもう充満しているということなんですよね。だからその中で生きていれば、その自然にそういうふうなものが研ぎ澄まされていくという経験値を高めることができる。なるほど。なので、あの、このように自然災害が多くなればなるほど、アニミズム能力は高まると思ってます。なるほど。はい、あの今年1月1日に、ね、はいはい、あの能登地震が起きたでしょ、はいはい、その日の夜私夢見て、はい、兄弟総長にあるという夢でね、はいはい、その翌日から京都大正大学をやって、はい、でこのように180年2回も3回も授業をやってるじゃないですか、はい、これ一つのアニミズム能力ですよ、ね、まあ、まあ、地震が地震が地震がですね、私の頭の上にはね、ウッドサークルが10本あるんですよ、ここに。ガンの上に。はい、だから、清田君、ガンであっても、まあ、そこだけとか、ガンガンできると思うけど、でもまあ、使いやすくなるとか、いろんな意味で、あの、まあ、抗がん剤治療をやっていれば、副反応があるし、どんなね、超能力やろうでも。だから、体に来るものはやっぱりあると思うので、それはある程度、セーブ。しながらやった方がいいけどね。まあでも、もう赤ちゃんみたいに顔色良くて、もう治りかけてる感じがしましたもんね。うん、まあいずれにせよ、そういう能力をフード自体があのチャージしてるので、うん、我々もそういうところですぐに戻れる可能性がある。じゃあ、あの、別にそのビルとかに、雲神的にそういうものが自然の代わりに、ビルとかにそういうのが。つくも神的に精霊みたいなつくと、そういう考え方ではない。あの、そういうような部分もないことはないですね。例えば、あのビルでもそうだし、ピアノでもそうだし、パソコンにだって、それは精霊をやってるというふうに、まあ、思うような部分はあるわけですよ、我々の感性がね、はい。まあ、そういうふうな感性そのもののもとは、やっぱり災害が多いこう列島で、生き抜いてきたら自然にそういうその自然が持ってる発信力をキャッチしないと生きていけませんからね、その中で。で、そういう能力は我々の中にすごく潜在的に高まる。で、世界中にこれだけ自然災害が多い時代になると、
日本人が経験してきた、そういう、もう災害列島と言えるんですよね、日本列島っていうのは。本当に多いんですよ。で、それが日常ですから、その日常の中でそういう振り返りで、その日常の中に、細やかな、多様な、花鳥風月、花鳥風月の世界であって、古今集がそれを定型化して、まあ、一つの花鳥風月の哲学を取ったのが古今和歌集なんですよね。だからそれはずっと蓄積されていて、古今伝授が昔は中世にすごく流行って、それは左御子家とかがそれをこう支配したっていうか、総帥のようなね、家元みたいなのがあって、その中で、二条を、霊勢、京極、三家がそれを伝えたわけですよね。で、それぞれの流派があって、京極流になると、玉葉集とか、そういうような短歌の新しいこう世界を、まあ、非常に作り上げて、テイカーがこう進めたものとはまたちょっと違う、霊勢流、それから二条流とか、そういう方向と京極流はね、違うようなものがあり、しかし、そういうその中世は、古今和歌集の伝授というふうなものを研ぎ澄ませていこうでしょ。その古今和歌集の一番の哲学は、いい年生けるもの、いずれか歌は山田生けるですからね。これなんですよね。もうまさにアニメのそうなんでしょ、うん、生きとし生けるものはみんな歌を読んでる。鳥は鳥の歌、虫は虫の歌、木は木の歌、風は風の歌、水は水の歌みたいな。それぞれ水も、比叡山のところの水と富士山の水はまたちょっとね、響きが違うし、方言が違うからとか。まあ、そういうふうなバイブレーションを受けてるわけですよ。すべてはバイブレーションなので。そのバイブレーションを人間の言語に翻訳するというか、翻訳こんにゃくみたいな、そういうふうな文化がこうあって、それを翻訳したら、こう和歌の言葉になるとか、歌いの言葉、謡曲の言葉になるとか、この近世で言えば、こう、浄瑠璃のね、言葉になっているとか、まあ、そういうようなことですから、全てがこう自然のつながりの中で連動しているアニミズムっていうのはあらゆるものがつながっている霊的に。でそういう考えが哲学的に敬語の哲学の時事無下北海とかそういうものになっていて、日本人は敬語無教とかすごくよく理解しやすい民族だと思うんですよね。もう現象そのものの中にそういう、こう真実のこう実在性みたいなものを感じ取るような感性がこうありますから、それが舞台になっている。じゃあ、ビルの中にも土があったり、石があったりって、そういう自然として捉えていって。それからこういう見立てができるからね、うん。日本の文化の特性は見立てでしょ、はい、それはどういう見立てかというと、うん、投資能力ありますか。投資能力はもうないと思います。年輪数ではあると思うんだけど、このビル一枚めくってみると、寺山修司の演劇なんかそうですよ。パーンと、まあ、彼女のもそうだけど、上京劇場ね、新宿の花園神社でやっていて、最後はこう、ボーンとその煙幕っていうか、満幕、うん、赤テントの幕をね、ボーンと大開きをすると、観音開きにすると、新宿の風景がバーンとこう電話される。アングラの定番というか、田園にシスとかもそうですし、まあ、蜷川幸雄さんなんかもやってましたけど。で、寺山修司の映画のさらば、箱舟も、最後はバーンと箱みたいな部屋の中が入ったり、それがどん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 こう、なんていうか、倒れていったら、新宿の街のど真ん中みたいなね、渋谷の最後だったと思う。田園にシスも。田園にシスもそうだな、はい。まあ、そういうような仕掛けをするじゃないですか。はいはい、そうするとですね、まあ、問題はメタファーの問題ともつながる、見立ての問題っていうのは、重ねなんですね、はい。このビルの一枚めくると、板を、ね、今、角川の6階にいる。6階の板をめくると、まあ、5階も、もちろんあるわけですよ。5階をめくると、次々めくると、地面がある。
アスファルトがあったり、鉄道道路があったり、地面を巡ると、5年前の地層があるわけ。うんね、で、そのさらに巡ると、江戸時代、江戸時代、鎌倉時代、ずっと巡っていくと縄文時代、元旧石器。間違いなく地層の中に全部あるでしょ、はい、その上に我々は立っているわけですよ。で念力と言わなくても、イマジネーションさえあれば、うん、寺の修士や唐十郎のイマジネーションがあれば、を重なりを見立てることができる、見通すことができるわけですよ。感受できるわけですよ。うん、そうすると、我々は今ここビルのど真ん中に2024年にいる。だけど、紀元前、2500年の縄文時代までずっと地層はつながっているわけですが、その時間軸も実は重なっているんだと。この地層を通して重なっている。だから瞬間移動というか時間軸をぐっとね、接着することさえすれば、あのタイムスリップは意識的には可能だ。うん、だけど、身体を持ってタイムスリップすることは難しいですよ、あのテレポートみたいな、はい。だけど、意識そのものを縄文時代の5000年前の、だって私の頭の上にはね、あのウッドサークルあるんですから、これは見立てですよ、一つのね。メタファーですけど、メタファーだけれど、自分としてはもうちょっとね、念力のようにスプーンマグネ、物質化してるんですよ。あの、リアライゼーションというか、あの形をね。だから私の中では単なるメタファーではなく、かなり角みたいに実際はボコボコと生えてるはずだと。もう、まあ、ほとんど思い込みの世界と言われるんだけどね、家族には。で、あなたはね、そう。でも確かに昔の良寛とかそういう昔の僧侶の歌とか読むと、本当にもう雪の中にまたその、また別の世界があって、そこでまた雪が降ってるみたいな。また華厳経の世界、ね、そういうのとか。ミラージュっていうのか、ミラーは一つの玉で、玉の中に玉があって、その玉の中にその玉があって、そういうのは映し込んでいる。いろんな、同じような風景をね。だから西行とかそういう割と僧侶の歌に、まさにそういう考え方が普段できてるから、こういう歌できたんだなって歌が結構多い。だからもう一つ重要なことは、はい、うん、この前も取り上げましたがね、赤赤赤や赤赤や、赤赤や赤や赤赤の月なんていう歌は、これは藤原定家には絶対できないよね。うん、藤原定家にできる歌は体現止めで、そういう刑事、何やみたいなのがあったり、ケリがあったりして、もう綺麗なその習字のもとにですね、こう非常にこう絵画的な世界を情景描写をする言葉を連ねて、最後は印象的な体現止めでバシッと終えて、まあ、一幅の絵のように、こう世界をこう、あの、まあ、写真に近い絵画かな、絵画ですね。まあ、そういうその優れたその絵画的な世界をパチッとあの定価をね、見事にあの特性を持ってできたと思ってた。で、西行とかもっと自由ですから、はい、大読みとして、はい。で、もっと坊さんなんかは、まあ、自演も、古今和歌集の中で74首だとか、西行が74首だとか、まあ、とにかく西行とか自演という坊さんたちは、あの古今和歌集、新古今の中でもとりわけ多いわけですね。古今和歌集で一番多いのは紀貫之、1110字ぐらいある中で100首ちょっとあるわけですよ。ちょっと自分を、ね、褒めすぎだと思うね。自分を取りすぎだと思うんですけどね。自賛が多すぎと思うんだけど、でも定価がバランスよく、自分はちょっと抑え気味で、で西行を一番取って、まあ、2番、3番目に、こう、自演を、母さんをすごく重視して、一色しない進路なんかも結構多いですよね。で、古今和歌集の場合は、小野小町とか、代表的な女性の歌人が登場して、小町なんか非常に優れているものを持っている。で、やっぱり男歌よりも女歌の方が、はるかにこう弾力性があるというか、
まあ、細やかな情緒性やこうずっと入り込んでいくこう自然の素直な力っていうのが小町なんか素晴らしいと思うしね、まあ、よその箱なんか直結してると思うんですよね。あの小町なんかの世界と乱れ髪の世界は本当に直結して、もう私時間差を感じない。小野の小町とあのよその箱で同時代人っていう、そんな感じ。あの1000年以上もね開きがあるとは思えないんですよね、どう見てもね。この感性、乱れ髪の感性とあの平安貴族たちの世界の中で出てくる、例えば今光の君とかやってるけど、ああいう風なその世界を本当に地続きで、だからこそよその悪を源氏をあれだけ訳せる源氏物語の中に北京和歌詞と同じくらいの歌があるんですよ、千ぐらい、すごいですよね、ほとんど歌集なんですよ、松尾さん日記もほとんど歌集ですけど、日記といっても。でこういう文化っていうのはあの字の文が重要だというよりも、その字の文と連なって あるところからこう歌唱にあるというね、あの歌にあるというこの見事さは、あの源氏物語のこう妙味というのがすごいところであるし、与謝野晶子はそれはそういうのをすぐ味わい尽くすことができたので、与謝野源氏をあの公約できて、私与謝野源氏を読んでやっぱりいいと思うもんね。あの歌にこう連なっていくこう導入みたいなものがすごく自然な運びになる。まあ、ちょっとアニメ見ると違うんですけど、まあ、ワンネスっていう考え方がありますけど、割と、ウパニシャドとか、大正時代なんか日本に、宮川賢治とか鬼三郎とか、あの時代に日本に入ってきたような感じあるんですけど、はいはい、あの、ワンネスって考え方は鎌倉時代の歌とかにも見ることってできますか？もう、ワンネスの考え方ってどこから始まったか。はい。鎌倉時代でしょうね。鎌倉時代ですか。世界的に見てそうです。世界的に見てね、分裂の時代にね、ワンネスを理念として要請するっていうのもあるわけですよ。はい、十字軍、まあ、つまり11世紀から12、3世紀にかけて十字軍が200年近く、あの、まあ、中東、ヨーロッパで起こりますね。日本では、あのその時代に、末法の時代に、1052年に、はい、末法に入ると。1052年っていうのは、まあ、藤原の頼通の時代ですから、道長の今、光の君のほぼ直後ですね。スウェーデンブルグなんかの時代っていうのは、また、あれですか、後ですか。スウェーデンブルグ全然近代、近代ですか。全然日本の流行ってやってたと。1052年にですよ、あの末法の時代になったらすごく意識されて、だから宇治の平等院皇王女とか、あの、頼通の息子、頼通がね、あ、道長の息子、頼通が作った。で、この時代にですね、あの、救済、あの、要はだんだん乱れてきてバラバラになるでしょ、今もそうです、うん。もうバラバラにばらけてきて、ばらけてきたものをどう本当につなげることができるかっていう、まあ、接着剤の思想をね、まあ、統一要求みたいな、統合要求が生まれていくわけですよ。で、実際はばらけていくんですね。それは例えば、宗派も天台宗っていうのは全体を包含していた、天台密教で包含していた。で、曼荼羅もあったし、で、総目法師、戒定とか本願思想とかできてきた。だけど、そういうふうなものではもう民衆の心に届かん。だから、生阿弥陀仏だけで救われますよとか、南無法蓮経で国ごと救われますよとか、あの世に行くね、約束が持ってきてますよとか、個人の救済、で国家の救済、南無法蓮経は国家の救済、ね。それで国家主義っていうのが、宮崎にも石原幹事もそこに開きかれて、お下教でなんですよね。魂がみんなつながってるっていうのは、そういう考え方もあった。いや、あの、それはあの、お下教よりも、華厳教の方、まあ、自治無北海とか、理事無北海とか、無下っていうのは、ボーダーレスということですから、すべてがつながり合っている。で、それはお下教の哲学が、あの、それを、つないだので、
国家の大仏として両弁ローベンが鎌倉の大仏を757年に作っていくわけですよ。で、そういうふうなものを前で空海があのマンダラをこう取り入れて、マンダラの詩の中に全部がつながっている。華厳の彼の重々心論というのは、法華経の上に、法華の哲学の上に華厳の哲学が来て、8番目が法華、9番目が華厳、10番目が密教。なので密教が一番上位。重々心論の10番目の一番高い境地、すべて秘密で全部包み込んでいる。でも一番元になっているのは日本では、法華、華厳、密教、大日如来金剛上座というふうな世界で、まあ、日本のアニミズムやあのこう仏教哲学や、全ての思想を包含したわけですね、重々心論。まあ、この中に、まあ、よく現れている。でもそれが一回ばらけるわけですよ。うん、中世に、はい。それで千住念仏みたいな、千住という、専修大学の専修ですね、はい。もうみんなを統合していくようなものはないと、現実に、末法だから。で、乱れ乱れて、みんなもばらけてしまった世の中をどうやって救済するかの一つの方法が、一つを選ぶ、選択と集中みたいな。だから専修学校みたいな、専修スクール。ああ、それで生阿弥陀仏だけ唱えればいいみたいなシンプルな方に行くわけですね。非常にシンプルな。そうなると鎌倉時代の歌っていうのはシンプルな歌という多くなるって考えていいんですか？この辺が微妙ですよね。はい、どうですか？時代がシンプルになったらシンプルな歌になりますか？なんか反骨の天の弱、あなたも結構天の弱ですよね。そうですね。だから時代がそうであればあるほど反時代的なものをね作るというものもあり、時代の波をこう典型的に反映させるようなものもあり、両方あるということですね。先生はその頃の鎌倉時代のお坊さんとか好きな歌とか例えばどんなの？今さっき言った明恵のね、赤赤のあなたはもう明恵って華厳哲学のバリバリのね、はい、学者であり、かつ瞑想家、うん、でも最もその当時瞑想が深い、お坊さんと言われていて、木の上で瞑想しているね、明恵の像があります。例えばこの、僧侶の歌で、鎌倉時代の僧侶の歌とかもあるんですが、先生の中、気になる歌とかもあるんですが。この中で、笹さんのご推薦、なんでしょうか？あ、僕、この本ちょっとあんまり読んでなくて。僕は、なんか読みましたか？私が好きなのは、やっぱり、西洋はもういいと思うんですよね。新古今和歌集の中でも、一番多い、まあ、本当にこの、ある意味で、素直というのか、肩と枠みたいなものからって、自由な、こう歌いぶり、花は花あの歌とかもいいですね。で、私は鎌田東行と名乗って鎌田佐藤西行とね、はい、歌クラブをやったんですよ、はい、この歌クラブはね、歌と宗教かな、ポプラ新書で来世その中のクラブみたいなんで歌合戦をやってるんですよね、うん、読みました。読みました。はい、拝見しました。結構面白かったです。だからね、私にとってその時代っていうのは、さっき言ったように見立て違うんだけど、千年ぐらいの開き、ね、千年近い開きはあるんだけど、今日相まみえるぐらいの感覚で時代の千年ぐらいはすっ飛ばしてるんですよね。空海ともしょっちゅう対話しているような感じだし、だから同時代人だと私は思ってるし、ルサなんかもモザキシギルとね、同時代人ぐらいの感覚は
高木にあれだけの公約もあのあんな分厚い芸人物語をね公約するのは乗り移らないといけませんよ、うん、何かがないとただあのお仕事ではできないですよねやっぱりあの乗り移ってるというか重なってるんですよね例えば道元の歌とかお好きなんじゃないですかあの道元の歌もか笠松衆かな読みましたねいいのがありますねで道元の消防現像自体が歌とも言えるんだよ消防現像は歌ですよもう一つ一つ の, あの言葉があるで空海の三五四季とか書かれるのは非常に監視的なんですねで道元になるとですね非常に哲学的なあの、うん、こう命題のような言説になるんですね消防現像で消防現像は日本の最高の哲学者という人多いですよでも私に言わせると消防現像 自体が詩あの歌だという感じがしますねだからあのどこをとっても歌の響きみたいなものが響いているので道元って本当に歌人だな、うん、根っからのあの人久我家の宮廷まあ詩人とは言えないけど宮廷歌人の文化の中に育ってきた人だと思うんですよねだから非常にこう素直なっていうのか、まろやかな歌文化をねもう根っから身につけているような感じですね。だから無理がない、道元の。あの、武士の時世の歌っていうのも、鎌倉時代あたりから流行ってきたかなっていう気がするんですけど。何を歌あの、時世の歌をあの武将が読むようになるっていうのは、おそらく禅の文化の反映があるわけですよね。うん、あの、いつ死ぬかわからないから、まあ、一応、いつ死んでも、悔いが残らないように時世の歌を残しておこうということで当時の武将が大体皆さん時世の歌書いてますけれども、まあ、その裏にはやっぱり前年の系統があったと思うんですけども非常にありますね私はあの禅と密教を、まあ、一つの対極軸にしていくものを考えているんですけどね言語戦略として正反対なんですよ、密教はまあ、空海も最澄も天台宗もあの基本的に、言葉は大事やと真言は大事やとでその言葉であの象徴的な表現ができるんだと秘密の世界は言語で表現できるんだという日本語哲学なんですねで禅は直視人心あの言葉のなんかでは表現できんよもう言語道断、心行せめてですから、つまり言語道断っていうのが禅の世界なんです。で、言語ね、実界に言語を伏すというのが空海の生死自創義の世界で、すべての世界は言語なんだ、うん。あらゆるものが言語なんだっていうあの密教の思想と、言語道断という禅の思想は全く対極的です。うん禅は言葉をですね、徹底的に削るんですよ。否定するんですよ。お前そんなこと言ってるけど、嘘パチやと。もう全てね、ケロンだと。そんなのは遊びやと。あの言葉の遊戯だと。もう全部こう、捨ててっていうふうな。それで、こう残ったものを心行不滅みたいな、無心とかね、こう、まあそれは空というふうなところへこう仏教哲学としては行き着くんですけど最後の最後はノンバーバルコミュニケーションの世界ポーンとカラスがカーッと鳴いたら悟ったとか、うん、なんかそういう世界だとまあ何やもうアニメズムそのもの、はい、あとやっぱ足利義政さんの有名な時世の歌であの何事も夢幻と思い知る身には憂いも喜びもなしっていうこの世は所詮夢幻だっていう歌があの当時の戦国武将の時世の歌そういう感じの歌多いと思うんですけど多いしそういう死生観も持ってますよね、うん、特に戦国武将は
それが洋曲の世界にもつながり、歌舞伎正面や平家物語、諸行無常というのを歌って、もちろん諸行無常の響きというものを歌ってますよね。それはもうバーチャルの世界だよっていう意識があったんですかね。あのバーチャルの世界だよという意識と、バーチャルであっても血は流れてるわけだし、うん、実際に死んでいるし、はいはい、バーチャルであっても死ぬんだから、歌を残さねばっていう思いがあるから歌が残ってるわけなので、バーチャルで何もないわけじゃないわけですよね。はいはい、まあだから、あの当時、現世を写しようと言ったりして、うん、まあ写しようという読ませ方をしてるってことはもう、今の人よりもやっぱり、もうこの世は幻だっていう肌感覚を当時の人もあったんですかね。この世は幻だということ、夢の世界に逃げるというか、夢の世界を生きるということと、もう一つ、あの、陰というね、陰者の陰ね。陰者、陰遁の行者、僧侶が生まれていますね。まあ、鴨の正面も、まあ、陰遁したみたいな。で、すぐに陰遁するわけですよ。本当に気軽に、隠遁するわけですよ。だけど、まあ、それで、まあ、食うみたいなことを言ったり、それで歌を歌って、まあ、自分の三昧、趣味、三昧の世界を生きるみたいなことも結構裕福な貴族的な層はね、出家してやったわけです。で、政治的に失脚したらみんな、墓参になるとか、ね、逃げば墓参になるっていうのは、出家することある。いわでもあって、陰遁、この、この世の中の汚れ、俗なる世界から、そうでない世界へ、こう、逃げる一つの逃げ道でもあったわけですね。で、そういう中で、こう、本格的に、バチッと、その仏教そのもので、ちゃんとやらねばならないと思っている立場に、さっき言った念仏が一つで、念仏の一つの曲奏が、唱うれば仏も我もなかりけり、南無阿弥陀仏の声ばかりして、これ一遍承認、はい、あの五六の中に出る歌ですけど、すべてが南無阿弥陀仏、立つ風、波の吹く音までもすべて南無阿弥陀仏、あらゆるものが名号だと、南無阿弥陀仏のね、阿弥陀仏の名号だというようなその世界、これ密教者の考え方を、阿弥陀信仰の中に特化しているというふうにも言えると思うし、まあそれがでもね、あの禅の坊さんにそのことを言ったらは、不徹底と言われたんですね。お前はまだね、あの生阿弥陀仏で言ってないと、悟りにね言ってないと、禅坊主に言われた。確かそこで、あの一遍は下の子を書いた、そういうふうに書いてある。で、唱うれば、仏も我もなかりけり。まあ、これ一つの理屈ですよね。仏も、あの、私もなくて、すべては南無阿弥陀仏なんだということを表現したいわけだけど、南無阿弥陀仏の声ばかりしてっていうのは、南無阿弥陀仏の声が聞こえているという対象化しているので、自分と対象との間に一つの聞いているという、 こう距離感があるでしょ。そこで、不徹底と言われたわけですよ。主客一年じゃないと。禅の悟りは。やこ禅的な世界と思われた、うん。だからもう、ちょっと自分の距離があるようじゃあかんやろって。そしたら、一遍は、あ、その通りやと思って、最後の下の句をですね、唱うれば仏も我もなかりあり。南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏と、それを重ねたわけ。リフレインみたいな。リフレイン。なるほど。その方がですね、対象化を超えるわけですよ。ビヨンの対象化。ね。オブジェクティビティはなく、もう、主体も客体も、もう意思のようにやってる。だから、オブジェクトもサブジェクトも、もう、ないような、あらゆるものが、名号だっていうのが、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と、下の子を全部それで揃えることによって、その世界をあの表現しきってると思うんですよね。だからまあ、
星は赤赤やかや赤赤や赤赤やかの赤赤の月と同じようなこの、まあ、悟りの世界というか、うん、この南無阿弥陀仏の悟りの世界ですね。南無阿弥陀仏の信仰によって救済されるという世界は、うん、でこれ全的でもあると言えるわけですよ。だから密教的であると同時に全的であるというようなことがあって、うん、密教は全部象徴的には言語で表されるんだと、哲学。でも、言語なんかはでね、絶対表せないんやという哲学。これが禅の哲学。そのシンプルな象徴的な言葉で出すみたいな感じっていうのは、近代では釈長空が受け継いだというか、やってた人なのかなって感じします。禅それも本当に、シンプルに、特にそんなに意味を込めないというか、釈長空の歌とか見るとそう思うんですよね。なんか象徴的な、うん、場面をポロッと置いただけで、そんなに、まあ、その辺はね、意味を歌人、笹、後人、君と、うん、君人ですか、うん、君人ですね。笹、君人の、観点なので、うん、面白いね。私はそういうふうに考えていなかったから、うん、まあ田澤さんのその見方は非常に新鮮ですね。うん、まあ意味のない歌って彼はよく言うんだよね、うん、おい口は、うん、でも意味のない歌の始まりは京極派だから、うん、だから京極派は実際に調べだけみたいな何、うん、雰囲気だけ、うん、いやいやいや、なんかちょっとその象徴的なものから匂わせて表現するって、まあ、そうなんだけど、京極派はその象徴的なものもあってもいいし、なくてもいいしみたいなところがあると思うんですよね、私の理解だと。だからこう本当に雰囲気だけでも成り立つっていうのは、うん、まあ調べておいるのか、情緒だけで成り立つ。だからそこの細やかなその情緒だけで言語的な表現をね極めるっていうのは、例えばほとんど意味を求めるわけだよね、僕はね。でも南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏のリフレインになると、意味性は少なくなって、より深くパッショネイトな世界っていうか、神話的な世界に近づくわけですね。で、赤赤やかや赤赤やなんていうのはほとんど意味ないわけです。赤いって言うたわけ。お月様は赤いなとか言う。お月様が光ってるなみたいな。それって言えば、厳しい修行した歌人ほ、お坊さんほど歌はシンプルになってくるとか、そういうのってありますか？そういうものもできるってことですね。だから、優れた、まあ、涼雅さんなんかもそうだけど、うまいですよね、すごく、ね。それから、本当に素直な歌ができますね。普通、歌人だったら、ちょっと飾り立てるというか、レトリックを意識して、うまい下手みたいな、これはレベルね、F5 だとか、レベル8だとかっていうふうに、評価する事項もすでに、定価なんか特にそうだけど、遅れ100人一首とか、選者になるじゃないですか。選者になるっていうことは、評価軸を持つっていうことですからね。だから選者なんかやっていたら、選者ばっかり。評価ばっかりをして、そういうね、こういう評価をしないという、歌が自然に出来上がってくる子供のような歌なんかは、だんだん歌えなくなるわけですよ。でも、赤の歌なんて、まるで子供の歌ですから。南無阿弥陀仏を飾れるものも子供っぽいんですよ。だから、幼稚といえば幼稚ですよ。だけど、心を打つわけですよね、すっごく。もう感動しますよ、歌って。それの流れでいうと、一休の歌とかどうですか？一休の歌はそんなに読んでないのでわかんないけど、どんな歌があるんですか？漢詩はね、はい、読みました、教文集。すごいです。とにかく、こう破天荒のいうのが、言語破壊っていうかね、臆する
ところを知らぬ。あれですね、一休の釈迦といういたずら者が世に出て多くの人を惑わせるかなっていう。まあ、まさに破壊層って感じのことですけど。まあ、それ全坊主だし、仏にあっては仏を殺しね、先祖にあっては先祖を殺しみたいな。それと同じようなことね。明恵上人も昨日ね、平田篤胤のね、はい、玉の御足屋というのを読んでいてね、平田篤胤の玉の御足屋、釈迦という、おそごというおそごとのおそごとなんとかおそごとなんとかっていうね、歌をいて、お釈迦さんも批判してるんだけど、おそごとっていうのは嘘、まあ、嘘をついているということなんでね。要するに、お釈迦さんっていうのは嘘つきやと。そんな、もっともらしいようなことを言って、人を惑わして、興味に巻いてるみたいなね。まあ、その、釈迦という、今の、もう一回言ってみますか。はい。それも似たような文脈ですね。でも、社会批判することによって、仏法とは何かと。釈迦といういたずら者が世に出て、多くの人を惑わせるかな。でも、一休も同じでしょ。一休という意味ね、いたずら者が世に出て、多くの人を惑わせて、書を書いて、教を無しようなんてね、惑わせて、信者と共に一緒に生活してとか、みんな、お坊さんですかとかね。でも、それは感動させるわけじゃないですか。そこまで やるのかっていう。あと、もう造物は一年弥陀仏と聞くものを百万遍は無益なりけれど。例えば、こういうどうかとも言える、何ていうの、透徹した、バチッとした物言いなんていうのは、普通の家事にできないよね。皮肉が多いですね、そういう。ブラックユーモア、ね。仏教のお坊さんなのに仏教に対する皮肉みたいな歌をやるっていうところが。だから、坊さんであり、かつ、ちゃんとした修行をしているがゆえに、批判できるところがあるので。それはミニサブローとちょっと共通します。そうですね。ミニサブローも宗教が一番ダメなんだ。宗教がない世の中が本当の平和なんだっていう歌を。だから、真剣に宗教を生きた人間は、そういうところへ到達しますよ。だから、本当に仏教、仏法を問うたのが、この時代におけるね、一休であり。で、飾り立てないわけですよ。ごまかそうとしないわけですよ。で、普通、飾り立てて、学校の先生なんかは、まあ、言えば飾り立てるわけですよね。日本国憲法に基づいてとか、基本的人権の教育権利があるとか、そういう中でいろんな飾り物をつけて、礼礼しく、こういうふうにして、まあ、教育と説教みたいなものを一体化しているんだけど、それは道徳であり、教育プログラムの中にね、ある。でもそういうふうなものを超えて、生徒は好奇心で超えてるわけだから、それなのは、説教であればあるほど好奇心からずれていくものがある。本当に面白いものは面白いので、歌にせよね。本当に面白いものを歌ってるんだよね。一休さんとか。坊さんの優れた坊さん。明恵もそうだし、西行もそうですけど、優れた坊さんは、本当にこう、好奇心というか、自分が見たもの。感じたものをね、それぞれの表現でしょ、うん、こんなそれぞれの表現は、普通歌人にはできませんね。定価には絶対できません、ね。はい、まあ、鎌倉時代の、まあ、禅の一番の有名な歌っていうか、まあ、道元の代表歌ですけど、春は花、夏ほととぎす、秋は月、冬、雪さえて、涼しかりけりという歌で。こうも笠松氏かな。これはなんか川端康成がノーベル文学賞を取った時に、うん、美しい日本の私の中で、うん、日本文化における融和精神の象徴としてこの歌を弾いたということで、まあこれがやっぱり鎌倉時代のそういう禅の代表歌って感じになるんでしょうかね、この歌。言語で表現できないという禅をですね、その歌 一種で表現しきっているわけですね。花はくねない、柳は緑という前後がありますけど、まあ、要するに、真如という仏教哲学があって、ありのままというものですよね。で、天台本願寺思想な感じで出てくる。
法然真如と随縁真如というのがあって、法然真如は仏法の真理そのもののありのままを見るという、まあ、一種の本質直感みたいなもの。これが法然随縁の観点。それに対して、みんな、こう、それは肉体を持っていて、サザさんは、年輪家族という本を出しているし、とか、みんなそれぞれの特殊な縁に従って、特殊な個性を生きている。で、清田さん、教祖、スゴマギョね、特殊能力深いの個性に。で、その彼の個性っていうのは随縁でしょ。縁に従っているわけでしょ。そういう能力をたまたま持っていた。で、彼はそれを歌にする能力をたまたま持っていた。彼はスプーンを曲げるというね、フィジカルな能力を持っていた。で、そういうふうなその随縁に従って、味のままであるという随縁真如のあり方。鎌倉時代は、その法然真如よりも随縁真如的な生き方が、もう、まあ、非常に、こう。もしかしても、どういうカルワさんが納得届くの、清少納言の枕草子とか根底にあったんですかね、これは。やっぱりあったんでしょうかね、この。あった可能性も、もちろん教養としては読んでいるはずですし、うん、それよりもですね、まだいわゆる、徘徊の記号の成立までいかないけど、もう記号的なものは、旬のものという文化は、日本にもっと古くからあるわけで、四季折々が、こう、作り出してくる典型的な、花鳥風月。まあ、古今和歌集の哲学っていうのは、春夏秋冬に分けたということが重要な、武立てのね、編集方針だったわけですよ。で、こういう歌っていうのも非常に重要な歌ってだけれど、一番重要なのは春夏秋冬ですよ。そうすると春の歌、夏の歌、分けることができた。で、恋の歌とか人間のスケールでしょ。ヒューマンスケールで評価軸をするのと、ネイチャースケールで評価するのと違うわけですよ。で、春夏秋冬というのは自然のスケールというか尺で、それをね、こう分けてあるわけだから、その中で人間が住んでいるという、それは記号になっていくわけですね、当然ね。だからもうほとんど記号が古今和歌集で成立し始めたと言っていいと思うんですね。あとやっぱり季語というと、春、夏、秋、冬だけじゃなくて、新年は新年で独立させてるんですけど、その新年はやっぱ重要視したってところはすごい意味があるんですか？極めて、神道で言えば、記念祭という、一番年頭の初めのね、こう、祭りっていうのは、2月から始まるんだけど、それは農耕儀礼だとかっていうふうなものとこう密接につながっているし、その新年行事は旧暦のもちろん正月から始まるので、年末12月に鎮魂祭という祭りがあり、その鎮魂祭の祭り、大体今の冬至ぐらいに行われていて、その冬至で西年で一番こう太陽の日が弱い日に玉振りをやって、玉振りをやって新たな一年をこう迎え入れて、鏡のような太陽と鏡、月のようなね、鏡餅を作って、二次月のその新しい新年の見立て、象徴的な餅で見立てをして、新しい年玉を迎え入れて、年玉が、まあ今はお金になってるけど、お年玉として、まあ餅を配ったわけよね、そういう。まあ年玉を餅で表彰したわけですから。そういうようなね、いろんな見立ての文化と、季語みたいな、この、代表、その時代の、その時の時代、旬のものの見立てというのか、インデックスというふうなものを、どん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 、やっぱこう、共有していくような、まあ、歌枕の文化は大体地名が多いだけど、
その地名というのも共有して、本家取りして、そしてその本家取り、これも本家取りですよね。あの、先ほどの花。花は、春は花。春は花。まあ、その枕草子氏が、あの、一つの、あれだとすれば。でも枕草子氏も、あの、本当にそうかといったら、万葉集の中にすでに何かがあったとか、古今和歌集の中に春夏秋冬のね、そういう歌手はもうすでにあった。だって905年ですから、枕草子氏は1000年ぐらいですよね、出てるのが。990年代かな。で、家島の大事が1010年ぐらいですよね。ちょっと遅れて家島の辺りできているので。そういうふうなことを考えると、もうこの古今和歌集以来、着々と、あの、季語の形成っていうのは、季節感の、あの、定型表現ね。もうまさに花鳥風月のステロタイプが、定型的季節がある。そして日本文化の型みたいな。まあ、そういう本、あの、本家取りの、まあ、様々なキーワードみたいなものになってきて、そういうその定型率を支えるアイコンがいっぱい、プチ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 っともう成立してますよね。やっぱり最時期に、あの、季節別の文庫になって売ってたりするんですけど、新年はだいぶ薄いんですよね、すごい。でも、あの冬に入れなかった、一緒にしなかったってところが、そこがなんか素晴らしい。だから新年行事として成り立ってるから、うん、初草がゆだっけ何でしたっけ七草がゆかとかね。ああいうようなその行事は、遡っていくと平安貴族たちの有職故事とか、あの、ね、年中行事の中に起源があるものが結構あると思うんですね。で、平安時代に国風文化が流行るというか、こう、発達してくる。で、それは、あの、遣唐使が辞まってからと、あの、言われている。だから、950年代、まあ、太宰府に、菅原道真が左遷された。後ぐらいから、その前後ぐらいから国風文化が栄えてくる。で、そういう時に和歌というふうなものは905年にすでにできてきたから、和歌と、それから日本風のさまざまなこう、まあ、表現、その表現の代表的なものが一つの日記ですね。奥江さんの日記。それも金文字で書く。あの木下大工の土佐日記なんかはもう本当にその典型的なものとして。で、あの女人たちの、宮廷女人たちの歌舞浪日記とか、うん、いろんな日記類が出て、あの、道長の、藤原の道長の日記とか、軍記、供養記とかっていうのは、ほぼ漢文で書かれてるけれど、そういう貴族たちも短い、こう漢文的に書いて、女性たちは、花で書いてとか、そういう日記文学っていうのもある。そしてそういうものを踏まえて、紫日記、新婦日記もでき、かつ紫式部日記の中に生々しい現実の花描写の世界があって、それを物語的世界へこうスライドさせていくと、現実物語になる。あの体調がある。あの、まあ、今日の話で、その、ホツマツタイとかそれってどう思いますか？まあ、ホツマツタイは、近代においてまとまった文献だと思うので、辞書だというか、ね、まあ私はあのそう思ってるけど、その伝承のもとは、つまり古事記や日本書紀も辞書みたいなものだから、あのそういう意味では、何が新書で何が辞書かっていうのは判定は、あの評価軸を変えると、そんなに簡単にはいかないんだけどね。そのホスマスタイによると、その短歌、和歌の五七五七七っていうのは春、夏、秋、冬、新年だっていう書かれてるんで、だから、そんな昔からもう新年までの五個に分かれてたのかなっていうのが。それは違うと思うけど。それは違うんですか。後付けです。新年という意識は、やっぱりその平安貴族たちの中で、はっきりと確立してきたと思うんですけれど、その、まあ、縁起式とか、そういった有職故実が
まあ、今言った国風文化の中で成立してきて、その元にあるものは律令文化なんですよね、律令体制の。だけどその律令体制以外の日本の方式の、こう領下のというか律令以外の領下の、形式、まあ、政治大丈夫みたいなものも、まあ、それに近いようなものだし、いろいろその領下の、こう制度、厳しいの制度とか、まあ、いろんな制度ができてき、かつそういう中で、中国の文化がモデルになっている。で、その宮廷の人たちは漢詩、漢文が書かなければ、もう全然コミュニケーションできないみたいな、もうラテン語世界みたいなもんですね、ボサの。そういう中でルター以降の和語、母国語でやろうじゃないかみたいな、もう新しい言語革命が生まれたわけなんで、平安時代に。そういう大和言葉だよね。そういうものを重視しようという言語意識の覚醒っていうのがあったわけでしょ。そういった時に万葉集も生まれて、歌文化を再興しようというのが、古今和歌集になっていくので、古今和歌集なんていうのは本当にね、もう、ある意味で奇跡的なというか、日本文化の粋が、まあ、必然的に生まれたとも言えるし、奇跡的に遣唐使とかをやめて、菅原道真の犠牲がないと、ああいうものがより深く確立できなかったかもしれない。遣唐使をやり続けていたら、もうちょっと中国式のものが邪魔をしたとも言えるしね。で、その道真の、梅の歌があるじゃないですか。はいはい。させない。古中カバー。古中カバー、そう。古中カバーって、神社に伝わる歌と一般に流布していく歌ちょっと違うんだよね。そうですね。下の歌と違うんですね。その辺も面白いよね。はい。あと空海の歌っていうのは、うん、僕初めて 見つけも読みまして、このどんな忘れても組み足すらん旅人の高野の奥の玉川の水というの風川歌集ので意味はもしこの水が毒であることを忘れて旅人が飲んだりしないだろうか心配です。この高野山の奥を流れる玉川の道を。それはまあ多分違います。後でできたんじゃないかなと思うけれど、はい、空海その人の、文章力から見れば、まあ和歌を作ることはたやすくできた。うん、もうこんなこれ違うっぽいですよね。もうちょっと。そんな普通の作る川ってなってしまったね。高度な歌はもう作れたと思うんですね。で、空海の思想書、秘蔵法訳も、漢詩から始まってるんですね。悠々たり、悠々たり、花々悠々たりっていうのから始まる。これもね、重要なことは繰り返すでしょ。悠々たり、悠々たり、花々悠々たり、やだからなんだからなと。次にね、まあ一つのこう風を吹かせて、ああという風を吹かせて意味を次にね。だから最初はその雰囲気ですよね。うん、まずその、こう状況みたいなものを言うたり言うたら言う。で、最後はですね、その序文なんですけど、秘蔵公約の序文。これは重々心論という彼の思想の集大成を予言したもの。その一番最後、序文の最後は、意味有名な、生まれ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 て、生の初めに暮らす。死ん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 で死の終わりに暮らすという。もう、生まれ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 て、生の初め。まあ、これも繰り返して、で、暗いという。死ん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 で死の終わりに暮らし。まあ、うまくですね、生死を対象化して、要するに、対句ですよね。それはノリトっぽいものになったでしょうね。ノリトもそう。これね。古今和歌集、日本の技法の一つは、重ね、まあ、リフレインが一つと、それから、対句ですね。対句。対句は本当に重要で、はい、これによって、もう空海は対句の名手なんですよね。それによって記憶にもバチッと入るし、
こう、唱えやすいさという点でも、覚えやすさという点でも、まあ、非常にこう刻みを入れるわけですよね、私たちのこう記憶のこう印象にね。そして、もう一つ重要なのは、脳に対応されてますけど、かけ言葉ね。で、かけ言葉の中に、言霊の働きは見ているわけですよ。鬼桜なんかは特にそうですけど、書き言葉っていうのは意味の重ねでしょ。追句というのは状況の重ねなんですよね。なるほど。だから、生まれ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 って章が始まる部分で、ね、生まれるということはなかなか生というもの、生まれずるということもよくわからない不思議な神秘なものがあるけれど、死というものも実に不思議なんだと、わからないこう不明な部分を持っているんだと。死に死に死に死んで何回死んでもですね、死の終わりに暮らしという、生まれるということと死というふうなもののこう状況を対象化させることによって、世界というもののこう見え方をパンパンとこう男と女が、月と、太陽と月みたいに、非常にこう、二項対立的に明示して、我々のこう印象世界というものをガチッと分け付けることを定型化するという、そういう、まあ、一つのコードを作ってくれているわけですね、コード進行。だからコード進行があると歌いやすいじゃないですか。C、E、A、B、E、F、G とかね、典型的なフォーコードでやるとか、ね、ブルースとか、ロックであれば3コードとか、ああいうようなコード進行、こういうふうな流れになったらこうなるという。それからもう一つ、今、先ほど言った繰り返しですけどね、例えばノイズの中でも、嵐潮の潮のやわじのやしわじの潮のやわいにもさ、早口めにというか、もしくは、かっかかのあてば雪だなす、雪だなすというか、寝るくんそこの雪あらず、かく雪あらずは寝るくんそこの今、早ささえみたい、もうささえみたい、かくささえしないとは、ここでどれほどの重ねをね、してるか。前のこう引き継ぎながら重ねをしているか。生まれ生まれてみたいにね、嵐潮の潮の八王子の八潮寺の潮の八王子にまつわって、潮は何回言う、嵐潮の潮の八王子の八潮寺の潮の八王子にまつわっていうのは、三つこう取れても見事なね、こういう連綿とした、で、そして潮の流れ、海のこうのね、波の大体みたいなものを、すごくうまくこう表現性、ダイナミックに、リズミックに、素晴らしいと思うんですけど、そういうノリとみたいな表現も覚えて唱えてなんぼのものですから。一方で最澄の歌というのもありまして、どうどれが、あのくたら三脈三菩提の仏たち、我が立つそばに妙があらせたまえと。なんかもう理屈っぽくすぎて嫌だな。本当ですかね。怪しいもんですよね。怪しいと思う。怪しいです、ね。まあ、怪しくでもですね、最澄らしいというか、割と理の勝った方ですね。何かにだから聖徳太子の歌と一節とあるものも、品てるや片岡山にいいに植えて伏せる旅人哀れ親なしとか、あ、これはあれも古事記の中、日本書紀の中で古事に基づいてるんですね。なんかやっぱりきっちりしすぎてるんで、うん、いや違う偽物だろうなって感じがやっぱしちゃいますよね。まあ後世が固くして作ったね、聖徳太子の歌とか、弘法大師の歌とかいろいろあるんですよ。だからそういう後世の固く歌っていうのは一つのフォークラーですよ。そうです、ね、歌文化フォークラー。サラさんも死んだら年輪歌ができる。まあ、熊当時も死んだらですね、言霊の歌が誰かが作ってくれるみたいな。やっぱりこう後世の人がいろいろこの人に固くしてね作る。あ、でも明恵上人は結構きつい人とも作ってるんですね。この明石をあらゆる水もいる海の石と迷うのつまじきかな。うん、これはその本人らしいね。あ、きっちりしたのも作れた。とても理事的な人です、ね。はい。
そんな人が赤赤屋の歌を作ったって。でも赤や赤やかも自死の極みであると同時に、まあ、自死の極みとも言えるんですよ。月は明るいと。明るいと。で、その月が明るいということが、実は一言で言えば、こう私たちのね、月っていうのは悟りを象徴するんです、仏教的に。お釈迦さんのこと、夏至と言ったと。ね、種族をですね。だから、月は悟りの象徴にもなり、太陽よりも、まあ、月の方がエルシンボリックには使われてきたんですね。熱帯だから暑いところなので、月というのはむしろこう静まっている静寂の矢立ちに近い状態で、太陽の方がむちじと焼かれるので暑いのでたまらんみたいな、強すぎてね。なのでそういうような意味で、その月が明るいという意味合いだけで悟りの世界はね、こんなに静かに輝いておりますと、あと何のこだわりもね、てらいもありませんというようなことをもう一言でね、赤々で、歌い切ってるんですから、理智の極みであり、理智を超えた理智とも言えるわけですよね。同じ夢の歌で各番商人の歌で、夢のうちは夢もうつも夢なれば、覚めなば夢もうつともしれと。これもちょっと理屈っぽいな。これも平安時代そうじゃないですか。これも伝聞の歌という。各番も見事なね、人ですけど、夢のうちは夢もうつも夢なれば、覚めなば夢もうつとしれ。まあ、これは後世の人の結構混じってますね。後で作った、ね、後で作られたのが混じってるなっていうのはすごく印象的ですけど。まあ、なんか鎌倉のお坊さんの歌は。食、ね、五衆一衆。食、五衆一衆という中に、この各番商人の歌があると、こうされていてね。で、その後三種ありましたね。この今の。言えるじゃない。うつつとて、うつつの会もなかりけ、夢に悟らぬ、夢のようになる。これもこれと夢のうちわと同じ、うつつの方も理屈っぽいでしょ。だからちょっと違うと思う。見てもなお、ありしうつつを忍ぶかな、夢はまごとの昔ならぬ。よしやただ、心止まらで夢のように、思い入れて、思い入れもなき、我が身なりと。面白くないですね。ここまで理屈で攻めるとですね、まあ私はちょっと破天荒なものが好きなので、やっぱり明恵商人の赤いすごく良かったんだなと分かりますね。赤い赤い。でも道元のこれは笠松、これは素敵ですね。春は花、夏ほととぎす、秋は月、冬雪咲いて涼しかい。これは見事ですよね。これは本当だと思うんですよね。この言い切りがいいですね。まあ、道元の歌だと思うんですね。親鸞聖人の歌。人間に住みしほどこそ浄土なれ、悟りてみれば方角もなし。まあ、これもちょっと理屈っぽいな。まあ、いずれにせよ、まあ、同化的なものっていうのは理屈っぽいんですけど、はい、説教なんですかね。それやっぱ民衆に広めるために相当利用してたってことですかね。当時のお坊さんとか、宗教家は。はい。そうですね。和歌を利用して、布教に。役立ってたって感じですか、ね。例えばですね、神道を滅却すれば紐まずするしってあるじゃないですか。はいはいはい、その海鮮和尚、海鮮魔女がですね、これは戦国時代に臨済宗のお坊さんで、京都明山寺に出学んで、そして海の国で、武田家の古代の恵林寺
ケイリン寺とか恵みの大使、エリン寺第14世の住職になって、教授、お嬢になった、和嬢になった。で、その天正10年、1582年4月3日、織田信忠の軍勢に押し込められて、そのエリン寺の路上で、火の中で殺されたというか死んでいったと言われている。で、我々がよく知っている、神道を滅却すれば火もおのずからするし、はい、この出典は壁画で、壁画の、まあ、禅のこう指南所にあるわけですね。臨済録、壁画録、無門館などは禅の刺繍みたいなものですけれども、考案刺繍みたいなものですね。で、面白いのはですね、禅宗って基本的に悟りの境地は言語道断だと。心行を消滅する心みたいなものがなくなっていく、心の働きみたいなものが消え去っていく、まあ、無というのか、空の世界なんですよというふうなことを言いながらも、その状態を表現するために非常に逆説的なことをね、禅語っていうのは特に言うんですよね。例えば、本当に火が涼しいか、火は熱いじゃないか、誰が見る、火を涼しくできる、っていうのは、火が涼しい。でも、前提条件があって、神道を滅却すれば、これですよね。これ禅の最高の教授に至れば、草木不動四海成仏も条件説があります。これも条件説があるんですね。まあ、神道を滅却すればという条件のもとで、火もおのずから涼しいというね、状態はやってくると。これは理屈的にそれはそうなんですか。まあ、逆説、火も涼しい、火が涼しいというのは逆説です。矛盾です。だから現実にありえない。だけども、ある条件説を加えると、神道を滅却すれば、つまり意識がなければ、そうなるね。意識なくすることできますか？火の中で、火事の中で。ね。火事の中で意識がなければ、肉体だけですから、痛いというふうに感受する心がなければ、もう何にもないわけだから、ということになりますよね。だから、火も暑いで、もう、寒いもないと。火は火だと。ただ、焼かれてですね、痛みも何も ないみたいなね。で、善人なおもて王将とく言わない悪人もやっていうのは、歎異抄の有名な言葉で、それは親鸞が説いたと。で、法然もそういうふうなもとになるものを説いたと。逆説が多いのよね。格言とか言葉だと思ったんですよ。和歌としてこれ、取られられてるっていうのが新鮮ですね。まあ、そうだね。でも、格言というよりも、禅語録ですね。悟りの。それから、有名なのは、柏手を打つと、音がこうやってなるか。片手で打った時にどんな音になるか、石州の声というね。これは、白衣の有名な考案なんだけど、その片手でどんな音をね出せるかなんていうのって、両手で打つから音になるので片手で打った音ないでしょっていうのは普通の常識的な答えだけど、サテージの世界ではそうじゃない、片手で石師の声は聞こえるということになる。でそれを考案を解いていくみたいな、言語を否定して、言語なんて嘘っぱちやと言ってる禅が、一番この言語について鋭い、このある種ブラックユーモアや批評的なというか、クリティカルなんですね、こう表現を生み出しているというのはね、まあ、一休さんもそうですね。非常に皮肉や逆説や、そういうふうなものをうまく禅は使って、ひっくり返せるわけよね。我々のパスペクティブ。日常のフレームワーク、壊しているというか。まあ、言語一つの言語革命ですよね。
そういうものを生み出して和歌の世界にせよ、あのいわゆるその言葉というものを、ね、みんながとらわれすぎている。言葉が我々のこう呪縛になっていることも事実だ。その呪縛を離れて自在に言葉をあの持たないと、言葉を使わないと、我々の認識世界のウィンドウはパッ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 と開いていかないと。だからそういう言語破壊も、こう言語をダブルバインド状態において、こう宙吊りにしてね、あの日もさちもいかないような状態においてさあ悟れと、こんな状態をどうやって抜け出すんやっていう謎掛けをするみたいな、謎解きですよね、一つの考案というのは矛盾をね、そのままゴールさせて矛盾を超えるというビヨンド矛盾で、それとも結構全員やってましたね。あの全然あの本当に歌であるとか私はやっぱり大きいですから全然何でもありません、ね。まあ前半多分、ね、そうですね。前は前半だけです。でも多分今に来るともちょっと混んじゃってるかもしれない、ね。じゃあもうちょっと。ね、ちょっと、うん、もうちょっとだったらいいかな。薬の時間が平気だったらさ。大丈夫大丈夫。もう20分ぐらいあったんじゃないですか。うん、だからそこの中世のものの付属を少し、はい、今のあの引き付けておいて。ですね、私あの脳のことを少し話をしておいたですね、はい、脳をサイサさん見ることありますよ。まあ何度か見たことがあるってぐらいで、そんなに脳と歌舞伎とどっちが好きですか。あ、脳かもしれないですね。脳のどういうところに魅力を感じますか。脳のやっぱり、うん、静かな迫力というか、うん、情念みたいなものちょっと聞き迫る。もう逆にあの静かでゆっくりやってるところがなんか怖さというかを感じて好きですね。私はあの脳の研究も結構してきた。最高20年ゼミ研究会でゼミの全テキストを2回全員で朗読しながら議論するというふうなことを20年間続けてきて、今全地区のテキストを読んでいるんですけどね。とにかく脳は日本文化の真髄だと思うんですよ。古今和歌集が一つの日本文化の真髄だと言えると思う。その次に日本文化の真髄と言えるものは脳とお茶だと思うんですね。で、その室町時代からあこう戦国時代にかけて、まあ、中世、日本中世に、まあ、出来上がった二大こう日本文化の精髄っていうのが脳とお茶。どちらもあの禅の影響も、まあ、それから脳の方は密教の影響も私はあるというふうに見ています。で、その脳がどこがこうね、優れているかというと、日本文化の精髄かというと、縄文時代のね、岩笛の響きをね、脳幹があの再現してくれているという、これは私にとって決定的に大きい。脳の、いや、あの、脳幹ね。私は、あの、聴覚的な人間なので、視覚的なもの、まあ、彫刻とか、舞台、芸術の舞台の方とか、形よりも、音の方に、こう、なんか注意がいくんですね、昔からね。ヒエさんを見てても、あの花を観察するというよりも、鳥の音とか声とか、あのせせらぎの音とか、まあ、音の方により好奇心というか、あの注意が向くことは自分のこう傾向としてよくわかるんです。だからこそバイブレーションが重要だというふうに、もう肌身で感じるんですけど。それは縄文時代の笛と言われるものを吹いた音と似てたとか、そういう。もういや私毎、毎朝、イヤウエを吹いたんですが、イヤウエの音と脳幹の不思議の音は、ほぼ同じなんですね。同じ調子なんですよ。あえてそれを出して、不思議という時に。それを出すために、どういう仕掛けをしたかというと、普通、
クリエっていいのは横に何も詰め物をしないで管、空っぽの管にね、うん、穴を開けて、この指を押さえて、まあ、ドリミアじゃないですキューとかショーとかっていうようなそういう、こう、五音の世界を、調子、五つの調子の世界で成り立っているっていうのが、まあ、ガーブの基本で、そのガーブの基本が、あの、脳においても、脳楽においても、歌舞伎のにおいても、日本音楽の邦楽のですね、まあ、中国におけるそういうふうなものが、学生っていうのか、あの、音楽生みたいなものが、企業になって成り立ってるんですよ。万式帳とかなんとか帳とかね、僧帳だとか、ね、表情だとか。で、そういう中で、能は特別の失礼。この、ほとんど体裁、外側だけを見れば、雅楽の笛、中国から伝来してきた、雅楽の笛、流的にそっくり。だけど、ここは違うの。ここにですね、わざわざ、竹をこう、はわって、あの、内外を反対にしたものを貼り付けて、二重底のようにしてるんですよ、ここだけ。詰め物をしてるんですよ。この詰め物をすることによって、穴を、この部分だけ、この、まあ、10センチあるかないかぐらいですね、あの、狭めてるんですね。こういう穴がくーっとなって、こうまた、こうなるとどうになるかというと、ホースを持ってくっと絞った状態です。ホースを持って絞るとどうなるか。キュッと水が勢いよく飛ぶでしょ。あ、激しくなりますよね。だから、ここで止まるわけだから、一回こう、邪魔されるわけだから、邪魔されて窮屈なことが、ぐっとこう強くこうなってきて、あの、音程がですね、普通だと、ひざ高い状態で太いままの、あの、管だと、割と低い安定した一定の音なんだけど、ここでギュッと細まってるから、ビヨンとこうね、そういう、こう、息の入れ方によって、ねじれるっていうのか、揺らぎが起こるんですよ。わざわざそういう揺らがせる、あの、ここにね、装置をする。これ、世界的に見ても、こんなふあの高度な笛はないですよ。大体シンプルな、ね、ここの指のところだけとか、リードをうまく作るとか、縦笛でも横笛でも、基本構造はこんな真ん中に何か変なものを詰め物をするみたいな、その発想はありますか。それは先生の大発見なんですか。いい。他の人も言ったり。喉という有名な、なぜかそれを喉、発見っていうか、脳のこ、管が脳幹がわざわざそういう風な形をしてひしぎっていう音を必ず初めにね脳の曲の初めにそういうあのことを出してそこから脳の世界が展開していくこの音がですねあまりにも独創的なんですよね。そしてどっからそれをやってきたかというとどうしてもこれ日本の縄文時代からある音をそこでもう一回繰り返しているとしか思わない。それが死者を呼ぶっていうか、霊界か、あの世から呼び出す音なんですよ。まさに、言霊の原型は、やべえにありと思うんだけど、あの、音が、音玉なんですね。で、音っていうのは、もっとバイブレーションを、周波数そのものをダイレクト。言葉になると、ミーニングがあるから、意味を我々は理解してしまうから、音だと純粋にバイブレーションで、わかるでしょ？周波数っていうことが。でも言葉も周波数なんだけど、言葉の周波数は、歌になると歌の響きがあるから、照明なんかは特にそうだし、グレゴリアンチャントもそうだし、ちょっとやっぱり響きの中で感じるものがあるから、意味がわからなくてもすごく感動することがありますね。外国の歌なんかも、意味がわからなくても、こう、その、響きで感動しますよね。脳幹と脳幹の音と縄文のいわゆる音が一緒だと気づいたのは鎌田さんで、はい、神出京太郎さんの風の家元もその話を鎌田さんが書いたのを聞いてちょっとびっくりしてた。ああ、すごい。
私が気づいたのは3人気づいてるんですよ。す広瀬良平っていう作曲家、これ一番早い。次に、あの、上山俊平哲学者。3番目が鎌田同時なんですよ。うん、で、お二人と私の違いは、私は毎朝吹いてるから。何十種類もやぶやぶ吹いてるから、私は実践的に見ても、それは証明、もう自信を持って証明するんですか。そこが、あの、脳の世界がですね、ちゃんとこう、あの、なんでそういう世界なのかって、あの、世界にもう唯一無比の、あの、音の世界なんですね。あの、パン、パンっていうね、あの、小包も、大豪華も、大包もね、変でしょ、どう考えて。で、太鼓が、パン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 。何ですかってね、びっくり仰天です、これ。なところがね、歌舞伎になるとね、もう途端にまずいダメなんだけど、歌舞伎が。三味線が入るでしょ、うん、三味線でね、うちの祖母は、あの、芸者だったから、三味線を弾くんですけどね、まだ小さい時は三味線、習ってましたけど。三味線っていうのは俗、私から見るともう俗の俗で、もう日常世界っていうか、あの、江戸時代の庶民や、こう、町衆の、あの、日常世界、遊びの世界、エンターテインメントそのものなので、あの、こう、不思議な、神秘的なね、こうなんか不思議な感じはしないんですよ。でも脳は本当に音が不思議なんですよね。どう見ても。それでこんな呪術的なマジカルな音でよくまあ成り立っているがあってね、世界の中でもね、もうあの演劇音楽の中で一番奇妙な音楽ですね、能の林っていうのは。先生、あの、毎朝吹いてて、吹いてる時に霊とか来たりする時あります？鳥が来ますけどね。あ、ハイが飛んできたりします。霊が来たりすることもあるでしょうね。あ、そういうのは、それぐらいの力のあるものですよ。でも、それはそれですよね。で、それを、あの、再現した、これは世阿弥時代からあったかどうかの議論になるところなんですが、まあ、でも、世阿弥時代に、この音というものに不思議な工夫をしたということがね、そういう何かがないと、そこまでしないわけよね、技術的にね、買うとしないわけですよ。岩笛ではやらなかったんですね、の方も。最初から言われですね。そこが、あの、神道のどっかの家には触っていたと思うんですね、縄文時代からの岩笛。実際に岩笛を吹く、表でも岩笛を吹きますから。あの、そういうのは、ほとんどもう一般化されていなかった。うん、で、一般化されているこう芸能の世界では冬ですから。うん、だから冬に加工を凝らすという。だけども、うん、岩笛の音の不思議さ、神秘さっていうのは、能役者は必要としたと。能、うん、の前に、あるいは歌いに。で、歌いがですね、あの、能感と共にこう、歌われると、歪むんですよね。不思議なこう、うん。あの世の世界を、このコミュニケーションを表現しているので、大体、歌舞伎の世界はこの世の姿勢の世界。割とこう世俗の世界の出来事を中心にやるでしょ。でも能の場合は前じて後じても含めて、この世とあの世との間のつなぎっていうか交渉をで成仏させていくというね、そういう過程をあの表現しているので、大体あの世が中心に後半なってくるわけですよ。あの世との交信が、そうするとあの世との交信 の物語っていうのを言葉で表現する。え、音では脳幹を入れて、あり奇妙なおえーとかで、ね、かぎ声で表現できるんです。脳をやってる風にではもうババアキコ先生がもう、まあ、期待中ね、めちゃめちゃ有名なんですけど、対談とかされたことあるんです？ありません。あ、そうそう、お会いしたことありません。あ、そうなんですか。ババアキコさんはすごいと思うんですよね。まあ、これはあの強調しておきますけど、鬼の研究でしょ、はい、私はあの鬼の研究じゃなくて鬼を見たというとか、僕はアッキーさんはかなり早い時期から注目していましたけれど、うん、あの、僕すごい、あのね、歌人だと思うんですね。カリンか、
傾斜もすごいけれど、大きさも実際で密度も。で、馬場さん時代の枯れ木もすごいし、黒川のを含めて、あの人の芸能に対する入れ込みに来た理由のもそうだし、それから、あそこの花巻の竹神楽とか大津内か、まあ大津内かな。大津内の神楽、あそこの早知根神楽ですね。早知根神楽に対する維持に対する馬場さんの、あ、馬場さんだけじゃないですけど、黒川農家、黒川農とか、そういうふうなものに対する支援とか、そういうふうなのもすごいと思うんですよね。いずれにせよ、その芸能に対する自ら能を舞ったりすることの実践と研究と実際に歌を歌う。で、その歌の文化がなければ能は生まれてませんから。能はほとんど歌をこう繋いでいるという。その中でも、三島由紀夫も書いてるんだけど、書き言葉がね、とても重要だ。例えば、清常、まあ、平家物語をもとにさ、世阿弥が最後の清常の最後は、下にもなんとかなんとか清常かとかっていうね、清常という清常の名前を繰り返すんですけど、2回。その清常っていうのは、要するに、苦しんでいた清常の怨念みたいなものが解きほぐされて、僧侶の長部一見の僧によって、清く済んでいく。清を、名前の清常というこういう名詞と、清く済んでいくという、その心の状態。成仏している状態を書き言葉で書く、うん、もうほとんどそういう重ねのね、追句の見事さね、能、うん、における。これなんか、祝詞と、その日本の 和歌の表現、うん、まあもちろん漢詩の表現にもあるんだけど、追句表現とかは。非常に見事なものの、つづら折りですよね、能の歌いは。で舞台を書ける人はなんか祝詞と作文もできそうな感じします。できます、できます。で、それから、願文とか、願い事のね、そういう、こう、宗教的な、こう、祈りの言葉を、こう、表現できますよね。だから、舞台そのものが祈りの表現とも言える。で、苦しんでいる、まあ、不成仏霊を成仏させる力がある。その力との源は音と。林の音と、それからその音によって誘導されてくる言葉であるところの言霊のこもった、神言のこもった歌いなんですよね。で、その歌いも書いているテキストじゃないから、それを能役者が、指定が歌うわけじゃないですか。ね、この能のさ、神歌とされるね、とうとうたらり、とうたらり、とうとうたらり、俺、あれも本当に呪文のようでしょ。受験部、受験部、受験部みたいな。なんか、あれもなんかね、不思議な、どういう意味合いを持っているのか。ほとんど、この前、オノマトペアみたいな。とうとうたらり、とうたらり、たらりたらりたらり、ちりちりちりとかね。呪文。能で不成仏させるっていうのは、その不成仏に対して、慰めたり説得するって感じなんですか？もちろん、例えば清常とか、一番典型的なのは、直実、熊谷次郎直実が、平家の和歩道を殺しちゃう、自分の息子と同じぐらいの15、6歳の少年です。熱盛か、有名な熱盛。で、それは、蓮如、なんとか蓮のなんとかという名前のね法名になって、その彼が、その獅子が、あそこは何屋だったかな、神戸のね、その妻のその、崖のところ行くと不思議な人と出会い、それでいろいろ聞いてると、その人が、実は熱盛になった、霊が。で、後半は、熱盛を霊として登場する。
その熱盛が最後の最後ですね、自分の煩悩は、あんたがやってきてね、もう自分の昔のことを思い出して苦しそうになったと、呪い殺せやろうかと思ったけれども、あなたが、こう、名前を書いてね、こう奉仕としてその自分を供養してくれているというその成仏をね祈ってくれているというのがあって、私は、あなたに危害を加えずに、そのあなたに感謝して去っていきますみたいな、まあ、そういうようなことを言って、その明日森の最後も見事なこうハッピーエンドというか浄化された世界ではあるんですけど、大体修羅能というのは全部平家物語でほとんど、まあ、義経記とかね、その戦乱物です、修羅の世界。で、その戦いの中にあるか、修羅は戦いですので、戦いのある平家物語とか、義経、あの時代の戦乱を描いていて、その描いている中で死んでいった武将が恨み、怨霊、怨念になっている、その部分をさらけ出して、それを諸国一見の僧が、それの声を聞き取って、ヒアリングして、カウンセリングして、それまさに思い出すんですね。セラピーをする。清田君もよく街歩いてて、自己現場とか、花束とかを置いてるところに、その霊と目が合うらしいんですね。で、お前だけなんで見えんだみたいなことを言われて、で、割と多くの霊能者が、その、まあ、密教的にすぐ、法で送っちゃって、法で成仏させるけど、それは乱暴だって考え方で、清田君もちゃんとお前は死んでんだよって言って、いろいろ対話して説得させて、あっちにいるおじいちゃんと行きになったかって成仏させるって言ってて、あ、丁寧な。まさにやるもんは、能ですよ。はい、能なんですね。うん、彼は諸国一見の僧と同じように対話してるわけですよ。で、要するに、例の言い分を聞けるかどうか、諸国一見の僧はそこを言って、ね、最初に出てきて、こう、カクカクしかしか。その私がね、かつて、熊谷次郎でね、直さねを名乗っていましたが、こういうことがあって、ここへもう一回妻のね、浜にやってきましたみたいな前置きの口上を述べて、ここにずっとその、舞台の、検証から見ると、観客席から見ると、右側の柱のところで座ってでしょ、ずっと。そして本当に半ズバリのようにして、耳をつまずいているんだよね。でも聞いている姿勢なんですよね、脇は。もう徹底して聞く姿。あ、大変だと思うんですけど、脇のね、ずっと1時間近く、この半座りというのか、ままですよ。ごまとか炊いて強制送還って感じかと思ったら、説得するあれなんですね。それをまず聞いて、で、成仏するのは、指定が舞うわけね。指定は、音量みたいなもんだから。やっぱりこう、その、聞いてくれる、てか見てくれる人がいるから、舞がこう、舞が舞えるわけですよ。そして、心が穏やかになり、こう、晴れ晴れとして、橋がかりを通って、あの世に帰っていくね。あの際は、そしてその見事な言葉のやりとりをですね、まあ、してと、脇の間で交わして、という、その、日本における西洋で言うと受難劇、まあ、神秘劇ですけれど、日本の受難劇はキリストのような、すごく、唯一なる子供の間であって、普通にこう戦争とかで死んでいった人たちのね、心の中に起こってくる苦しみとかを聞き取って、その怨念、ちゃんとこう解放していく。西洋は送っちゃうんですか、十字架の人はいけない。うん、そうそうそう。強制送還って。日本は、説得のステージをさせるというか、そういう文化。だからその能はすごいわね。そういうことを編み出したんですよ。それは歌人。まあ、馬場さんがそういう意味では、能の世界に一番長く深く関わってきているので、私は馬場さんの仕事は鬼の研究から始めて、すごいと思う。で、鬼っていうのが能の中でも非常に重要な意味合いを持っているわけですね。つまり人間の苦しみや苦悩の一つの表象、シンボルでもあるから、鬼。
で、般若の面とか、っていうのも、記事とかね。馬場先生のお母様は綾部出身ですか。え？そういう縁があるんですよ。本当？はい。お母様もおばあちゃんも綾部。なんていう姓ですか。馬場さん、馬場さんが結婚して、結婚は岩田さんと結婚したから、馬場、もともと馬場なんですか。もともと馬場で、その姓を変え、でも母方かもしれないですね。母方だから違うかもしれない。うんうん、そうですか。綾部とはご縁があるみたいですね。だから、あまり綾部に住んでいたことはあるの？いや、お母さんのふるさと。お母さん、おばあちゃん。子供の頃には、綾部に行ってた可能性はあるね。大人になってから行って感動したって言ってましたね。あ、大人になってから行った、はい、戦後。はい。うん。おたんまでは、でね、大本はやっぱり農大臣についたからね。あ、やっぱなんで脳を大事にしたかときたかというと、スピリチュアルペイン、つまり霊的苦悩であるところの怨念、怨霊、これをやっぱり聞くということなしに、浄化は、心の解放はないわけですよ。平安、平和はないわけですよ。それをやっぱりこう、聞き届けなければならないっていうね、痛み、苦悩を。これはすごいね。大きな神社にあると脳舞台があるっていうのはそういうことだったんですね。大きな神社にね、天官もありますが、はい、能舞台、春日大社、大体神楽殿もあるね。神楽殿と能舞台はまた作りが違うので、神楽殿があっても、能舞台があるところは少ないです。黒川能の春日神社かな。あそこも、能舞台ありますよね。母の故郷が丹波で、おばあちゃんが綾部かもしれませんね。ああ。あ、なんだ、母の故郷は丹波。丹波、神岡ですね。うん。それで、おばあちゃんが綾部。確かに。もう鬼三郎歌集を編んだときに、すごい、うん、私が本当はやらなきゃいけないと思ってたのに、ありがとうっていう、お騒ぎいただいたんで、ああ、綾部。あ、縁があるんだなと思いますね。うん、そうなんですね。そうですか。もうそろそろあれです。もう全然。はい。じゃあ、もうそろそろ。いつも先生、生放送されてます。生放送じゃない？ああ、録画です。はい。生はしません。生はビールだけ。編集もせずにあれ公開する。まあ、編集することもあるし、しないでそのまま出すこともありますが、まあ、私たちのこれは編集しないでもいけるかな。